料理の時間が僕は好きだ。心を整え野菜と向き合う。心地よく疲れた体に優しい一口が流れ込む。こんな時うまみのお茶が嬉しい。苦みを抑えたうまみ生茶。はい、カット。はい、問題ない。はい、カット。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。日常的にほぼ時間があるときは自分で食材を買ってとか、あと冷蔵庫の中にあるもので作ったりとかはしますね。はい。今日は筑前煮を作っているんですけど、煮物が多いですね。煮物とかはよく作ってますね。はい。昨日は肉巻きを作ってましたね、アスパラの。はい。どうですかね、兄弟とかですかね。なんかほっと一息つけるときに、ちょっと僕兄弟が多いんで兄弟と集まってご飯を食べたりとかするときにちょっと飲めたらいいかなって思いますね。はい。新生活だって言って何かこう、あまりこう一新したみたいな気持ちにならずに、今まで通りというか、自分らしくみたいなものを守りながらやっていくのが一番いいんじゃないかなと思ってます。はい。なんだかすごい新鮮な飲み味のままずっと飲めてるっていう感じは僕はすごく好きだなと思っているので、もともと僕生茶すごく飲むので、この甘みというか、苦みがなくてこの甘さ、独特の甘さっていうかいうのがあるのは美味しい。お茶っていう概念がちょっと覆る感じではあるかもしれないですね。まあ、静かに覆ってる感じですね、甘みとして。なんで、この
お茶ってもっとなんかそういうところが皆さんに飲んでいただいて、この感じを味わっていただけたらなと思ってますね。はい。野菜と向き合うこの時間が僕は好きだ。心地よく疲れた体に優しい一口。こんな時旨味のお茶が嬉しい。苦味を抑えた旨味生茶。